ダチャモノとなっちゃでーす。はい、本日ですね、なんとですね、僕は3年、ここ3年ぐらいでベストワン、こんな美味しいものがあったかというそうなのでですね、はい、料理、ですね、ニンニク卵黄、でこれレバ刺しなんですけど、このレバ刺し、今日はまあこのすごく色がいいっていうの、これもあるんですが、今日のめっちゃいいやつ、このですね、まずこの黄身、ナピアオが入った、はい、はい、知ってますよ。はい、どうぞ。おー、こいつをウィーン、それがすごい、なんかといきまして、これもね、これ、ね、それがすごいぽいです、ぽい濃厚きみたまさん でですね、はい、ここにニンニクを入れて、うほい、ニンニク卵黄で、でこれで、はい、どうぞ食べてください。もうね、さっきも食べ過ぎてお腹がいっぱいでございます。はい、いただきます、はい、名付けて、ね、ニンニク卵黄フォアグラ、フォアグラいきます。実食、はい、実食。うーん、なんですか、なんですか、このニンニク卵黄、わかる、めっちゃうまいっす。わかります、わかります、ニンニク卵黄はやべえですよ。いやー、そうですね。黄身とニンニクがね、すげえ合うのこれ。じゃあ、顔 NG で、はい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 、顔 NG でやってください。はい、顔 NG 姉さん、はい、NG 姉さんが食べます。実食。はい、実食。なんか変なビデオみたいになってる。なんか痺れた。はい、OK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 。うまいだな。変なビデオみたいな。はい。おいしい。そう、もう今日のレバーがすごいいいっていうのもあるんですけど、ニンニク卵黄醤油、ちょっと僕ね、これを多分ね、これたまんないですね。めっちゃおいしい、本当においしい。これ来てる来てる、うん、だいぶ、そうそう、もうこれをなんかもう、うん、いろんなものに使っていこうということで、ニンニク卵黄醤油、今からいろんなもの作ってきますので、またお楽しみに。今日のレバーめっちゃいいんで、今日来た方がいいですよ。はい、さよなら。